こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画は事業復活支援金、結局いくらもらえるの、皆さんから質問が多かったので計算方法について動画で紹介していきたいと思います。私はオンラインサロンや Twitter、TikTok、Instagram もやってますので、ぜひ SNS の方もチェックしてください。また2022年1月11日に本を出版しますので、そちらの方も合わせてよろしくお願いします。それでは早速動画の方行ってみましょう。はい、それでは事業復活支援金給付額の計算方法について動画で解説します。本日の内容です。まず事業復活支援金について簡単に復習がてら紹介します。次にこの支援金の受給額について紹介してから、給付額の計算方法について紹介して、実際の計算の実例を出しますので、給付額が自分は一体いくらもらえるのかの参考にしてください。そして最後まとめ、本日はこのような流れでいきますのでよろしくお願いします。はい、そもそもまず事業復活支援金とはってことなんですけど、コロナの影響で売上が減少している事業者への支援金となっています。で、事業復活支援金なんですけども、ね、他の動画でもたくさん言ってらっしゃるように、ここは皆さんもうねポイント押さえてるかと思うんですけど、法人は上限最大250万円を給付、個人事業主は上限最大50万円を給付というものが、この事業復活支援金のざっくりとした骨組みになっています。そして特徴としてなんですけど、地域や業種は関係ないというのが今回のこの支援金の特徴です。また売上高の減少額を基準に算定した額を5ヶ月分を一括支給するというのが今回の支援金の特徴、2つ目のポイントです。こちらね、もう少しね次のスライドで徐々に解説していきたいと思います。ざっくりした骨組みはこれだと思ってください。支援金の受給についてなんですけど、対象者は新型コロナの影響で2021年の11月から2020年3月いずれかの月の売上高を比較します。じゃあどこの売上比較すればいいんですかってことなんですけど、こちら発表されました2018年の11月から2021年3月までの間の任意の同じ月と、この2021年の11月から2022年3月いずれかの月、ここの線1つ目と線2つ目の月を比較することになります。これで売上がどれぐらい減少しているかによっていくら支援金が出るのかというのが決まります。さらに見ていきましょう。売上高を比較して 50% 以上、または30から 50% 減少した事業者でしたら対象になりますよってことになります。こちらに書いてあるように、中堅、中小、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主も OK です。次に給付額についてなんですけど、上限額があります。こちら表を見ていただけると分かると思うんですけど、 50% 以上減少した方と、この売上が30から 50% 減少した方と、上限額が変わってきます。売上高の減少額 50% 以上の方が上限額は高くなっているってことになっています。また個人と法人によっても上限額は異なります。個人の場合は50万円、法人の場合は年間の売上高によって1億円以下、1億円超から5億円、5億円超ということで、これによって上限額が100万円、150万円、250万円というふうに変わってきます。そして次、30から 50% 減少しているよって方は、個人事業主の場合は30万円、法人の場合は同じように年間の売上高によって60万円、90万円、150万円というふうに上限額が変わりますので、自分がどこに該当するのかというのをきちんと押さえることが大事です。一つ注意点なんですけど、比較月なんですけど、月は同じじゃないといけないというポイントがあります。例えば2021年の11月の売上高を比較しようと思ったら、2018年から2021年の間の11月、同じ11月11月で比較しないといけません。だから12月を選べば12月と12月です。なので3月と11月というふうな比較はできません。その代わり、結構ね長い期間今回取ってますので、2018年から2021年のこの期間の売上と比較して、今年の2021年11月から、2020年年明け3月までの売上高が減少していれば OK というふうに比較をしてみてください。そこ注意してくださいね。それでは次にね、実際の計算方法が出ましたのでスライドで紹介します。じゃあ給付額の計算法、一体いくらもらえるのか、算出式の情報が公開されました。給付額についてなんですけど、この基準期間の売上高と対象月の売上高を5をかけた額との差額が給付額として実際にもらえる金額ですよというふうな算出式が出ています。これね見てもらうとね、一体どういうことなんだろうって皆さんわからないと思うので、次のスライドで実際の数字を出して計算の実例を見せますので、
ちょっとお待ちくださいね。算出式がこのように出たということです。給付額は基準期間の売上高から対象の月の売上高をかける5したものを引くの残高が給付額というふうに算出しますよというふうに出ております。事業復活支援金の開始時期なんですけど、こちらはまだ公表はされていません。所要の準備を経て申請受付が開始予定ということですので、皆さんこれからもね、情報はきちっと押さえるようにしましょう。で、比較する対象期間が2021年11月から2020年3月までの見ますので、どこの実際売上がもう半分以上減少してるって方はいいんですけど、まだこれから減少する 50% 減少になるかもしれないという方は、それを待ってからの申請になると思うんですけど、まだそこまで焦らなくてはいいと思うんですけど、また情報が出てくるかと思いますので、ぜひチェックしておきましょう。はい、それでは実際の計算の実例を見せます。計算の実例です。ここにね、分かりやすいようにさっきの計算式を貼っております。こちらを合わせて見ながら、実際どういう風に当てはめて計算をするのかっていうのを一緒に見ていきましょう。例えばですけど、2021年の12月を基準付けとして決めて、12月で判断するということになりました。その時の12月の売上高110万円だったとします。どこの年と比べようかなって選んだところ、2019年の12月と比べるといいぞというふうになったとします。そうすると2019年12月の売上が250万円でした。となると、こちら売上がね、この時よりも140万円ダウンしてますので 50% 以上減に該当をします。そしてこの基準期間の売上高というのはここです。この基準期間です。要は2019年の12月と比較する、この2019年というのがこの基準期間というふうになります。ちょっと覚えていってくださいね。で、進みます。今回 50% 以上減だったので、じゃあ給付額はどういうふうに計算すればいいかと言いますと、基準期間の売上高、つまり2019年ですね、先ほどここが基準期間になりますよって言いましたけど、2019年の11月から3月の売上、この5ヶ月分の売上を合計します。で、この合計した11月から3月の売上高が800万円だったと出たとします。そうすると、ここの基準期間の売上高が出ます。今回800万円でした。2019年11月から3月の売上の800万円でしたと出ます。そして次の計算式なんですけど、対象月の売上高はいくらですかって聞かれています。この対象月がどこになるかと言いますと、この2021年の12月が、ここが対象月となります。なので、売上が110万円ですよね。基準期間の売上高からこの対象月の売上かける5したものを引きます。そうすると残りが250万円になると思います。250万円給付額として出るっていう風に計算式によって算出されます。表に戻って、じゃあどこかなっていう風に見ると、先ほどこの例で言うと 50% 以上減少しているので、まあ個人の場合でしたら上限はもう50万円出るっていう風にクリアします。法人の場合も年間の売上高によってですけど、100万円か150万円、そして今回のケースでいくと、この辺もし5億円超の会社としても250万円、上限マックス250万円がもらえる、給付されるよっていう風になります。で、このようにいくらもらえるのかというのを計算します。次、もう一つ例を見せるんですが、これ注意点ですよということで見せます。例えばですけど、2021年12月の売上が50万円でした。そしてね、今回比較する基準の期間を選んで、2019年の12月、同じく12月、12月で比べないといけないので、で、そこの売上が100万円でしたと。今回ね、同じように先ほどの例と一緒に50万円ダウンしてますので、50% 減してますよね。なので、50% 減に該当するんですけども、実際にじゃあ計算式に当てはまるとどうなるかと言いますと、計算の方法は同じです。給付額なんですけど、基準期間の2019年11月から3月の売上をまた5ヶ月分を合計します。じゃあその売上高が250万円でしたと。で、今回このね、対象月の売上はかける5するので、対象月の売上は今回は50万円ですよね。なので50万円かける5します。そうすると250万円になります。そうするとこの基準期間の売上高から引くと、残りは0円ということで、条件を満たしても給付金が0になるケースもあるんですね。ですので、どの期間の基準期間と比較するのか、どこの対象月を選ぶのかっていうのは、しっかり指南してから申請をしないと、なんかね、難しいね、手続きで入力をわーっとして、いざ申請する前に計算式に当てはめてみたら、0円でしたってなったら、すごい時間無駄じゃないですか。なので、どの基準期間を使って、どの月を使えばいいのか、また試算してから申請
定手続きに進むということをお勧めします。なのでね、今回の支援金要件を満たしていれば全員がもらえるってわけじゃないんですので、その方の売上によってはもらえないというケース、もしくはね、ほんと少しだったっていうケースもありますので、皆さんしっかりとこの計算式を理解して試算してみてから申請をするようにしましょう。まとめです。実際のね、申し込みや申請はこれからですので、今ね、この情報は2021年12月末時点の情報になります。ですので、これから出てくる情報はしっかりとチェックしていきましょう。また、今回の支援金を事前確認がある予定です。商工会議所、商工会、また税理士、もしくはね、各県に設置窓口が出てくるはずですので、事前確認がある予定ですので、そちらの方ね、どこにね、事前確認を頼もうかっていうのは、きちんとそちらも合わせてチェックの方をしておいてください。そして、スムーズに申請と受給をするためには経理を普段からしていくことです。今回の支援金で言いますと、売上高をきちんと把握してないといけないので、過去のね、売上も見ないといけないんですので、きちんと遅れている分、もしくはね、過去の分まだの方はしっかりと経理をしておいて、各月の売上高を把握しておきましょう。はい、2022年の1月11日に税理士 TikToker の経理節税 Q&A ということでね、 Q&A 形式の本を出版します。個人事業主に必要な内容をギュッとまとめた一冊になってますので、ぜひよろしくお願いします。 Amazon 予約、楽天ブックスで予約受付しております。サイン本はベースの方から買えます。税理士川南のベースっていう風に検索してもらうか、概要欄に URL 貼ってありますので、そちらの方からサイン本欲しいよっていう方はお申し込みください。もうすでにね、結構申し込み入ってまして、好評ですので、もしサイン本欲しいよという方はぜひお願いします。あとこちら、私が今着てるパーカー、それではまたパーカーもベースで売っておりますので、合わせてよろしくお願いします。こちら出版記念でね、数量限定ですので、欲しいって方はお早めにお願いします。そして今 Amazon 税金部門の新着ランキングずっと1位ですので、ね、皆さんね、購入すでにしたよとかね、予約したよっていう方は本当にありがとうございます。はい、私はオンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。1つ目、オンライン上で税理士を味方につけるということでね、オンライン上で質問相談をすることができます。2つ目は、定期的にね、サロンズームを開催しています。異業種交流にもなったり、情報交換の場、そして私に直接相談や質問できるっていうのが2つ目のメリットです。3つ目、税理士の裏側を公開しています。どんなことを普段ビジネス考えてしてるのか、 SNS の集客の仕方、 YouTube や TikTok の裏側、税金情報などなど、オンラインサロンのみに投げてますので、ぜひ興味のある方は概要欄の URL から飛べるようにしてますので、ご検討の方よろしくお願いします。はい、そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。またね、私ね、インスタグラム、ツイッター、TikTok もしてます。インスタグラムはフォロワーが 1.2万人、 TikTok はフォロワーが 5.7 万人になってますので、そちらの方もね、概要欄に URL 載せてありますので、合わせて興味のある方はぜひぜひ覗いてみてください。あと高評価ボタン、コメントも全部目を通して読んでいます。励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、それではね、本日の動画以上になります。そろそろね、自営業一大イベント確定申告時期が来ますのでね、また一緒にそういう確定申告向けの動画も今年も出す予定ですので、ぜひ皆さんチャンネル登録してね、情報漏れのないよう、なるべく分かりやすいようにね、説明するように工夫をしたりしてね、いろいろ頑張っていますので、ぜひ引き続きよろしくお願いします。あとこちらのね、パーカーもぜひぜひお願いします。いつも最後まで見てくださる方、本当にありがとうございます。それでは税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。